Oh. 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 で、これ。マジっすか、これ。あ、もう動けなかったですね。すごく痛くて、もう立ってられないっていう感じでした。はい。 なんか大丈夫ですか？わ、ありがとうございます。一番強い。ちょっとまっすぐ立ってられない感じですね。辛い。はい。ちょっとこうぐーっと掴まれてるような感じであったりとか、重い感じですよね。 ありがとうございます。そうですね。もちろんその24時間ずっとこれってわけじゃないんですけど、まあ実際に、まあ疑似体験して、あ、すごい、なんか毎月女性ではこういう痛みと戦って、まあお仕事されたりとかしているのかなと思うと、あ、すごい、女性逆にすごいなと<笑>尊敬いたしました。はい。<笑> トレーニング器具のパッドみたいな感じですね。シックスパッド。欲を言えばそのネクタイがちょっと、ちょっとこう、いやいや、あったもんですよ。あったよね。ちょっと今でおへそが隠れる感じ。そうそうですね。こういう隠す感じでいいですよ。問題ですよ。うわ、冷たい。私だけではなくて、同じような考えを職場に展開させていくと、多分みんなが取りやすいような環境になっていくのかなっていうふうに思いました。 最後に一言。一日仕事、立ち仕事とか結構きついような、ちょっとだけだったらまだ耐えられますけど。エクショーグループは通信会社なので、男性がとても多いんですね。なので、やはり女性がとても少ないので、生理休暇を取ったり、そういった女性特有の課題に対しての理解がまだまだ 薄いなというところがあります。腹痛、薄い。薬ってなると、まあ今会社でも導入してる、まあフレックス勤務、エックス勤務っていうのはなんか入れてっていいのかなっていうふうに思います。体験した方々が職場に戻ってみんなに広めてほしい、どんなふうに思ったかというのを広めてほしいです。それをすることによって女性がその 休暇を取りにくいというところの壁を少しでも少なくして取り払って取りやすい環境を作って一緒に寄り添っていけるような、そういう会社になっていければなと思ってます。じゃあ、なんか様々な痛みに対して皆さんでディスカッションいただきます。最後に、まとめとしてそのワークショップしました。綺麗なトイレを探さないといけないとかで精神的な不安を抱えていたりします。 多様な方が働く組織の中で一人一人がこう働きやすい環境を作っていく。企業様だと結構バックグラウンドいろいろというか、年齢とか性別とか様々な方がいらっしゃるから今すごく本当にいいなと思ってて、ただ根本的なところで性教育であったりとか、なんかお互いの違いを理解しようみたいなのを教育の段階に、もうちょっと幼い頃から 若い頃から認識をしっかり育てていけるような、そういったことも考えて、教育機関の方もしっかり提供とかできたらなっていうふうに思っております。では、1分取り上げてください。まとめなんですけど。<笑><笑>